NTT、KDDI、つなぐ、変えるプロジェクト第1弾。災害復旧の迅速化を目指す船舶共同運航。日本の通信事業者では2社だけがケーブル敷設線を保有しており、これまでも被災地復旧のために役立ててきました。2020年9月、NTT と KDDI は災害時に船舶を共同で運航することを決定しました。一隻に両社の物資を積み込み運搬することで、救災地域の拡大や迅速な物資運搬を実現し、被災者を支援します。 NTT、KDDI、 つなぐ、変えるプロジェクト。